らしく生きるってのは自分らしく生きるけど、人に迷惑かけないの。それを平気で迷惑かける人がいたら、その人おかしな人だからね。精神がどうかしてんだからね。そういう人から逃げなよ。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。自分らしくという言葉はとても魅力的です。自分らしく生きるや自分らしい働き方と聞くと、ぜひそうありたいと思うもの。しかし魅力的なこの言葉の通りに生きることは決して簡単ではありません。らしくとは自分勝手とは違うし、どこかに見本があるわけでもないのです。今回は本当の自分らしさについて、その考え方をひとりさんが教えてくれます。最後まで聞けば、自分らしくありながら幸せでいるにはどうすればいいのかがわかります。また自分らしさの本質についても触れられていますので、人との付き合い方についても学ぶことができるでしょう。自分らしくいることは誰にとっても憧れです。ひとりさんのお話を聞いて、らしさの本質と自分の軸について考えてみてはいかがでしょうか。では最後までゆっくりお楽しみください。らしくの時代が来ますよって。らしくって、自分らしくっていう、よく言う自分らしく生きなさいよっていうことなんだけど、これかららしくというのはすごく問われますよ。一番最初に必要なのは、人間は人間らしくなきゃいけないよねって。で、人間って神様の愛と光でできてんだから、神様の愛情と光に溢れたような生き方しなきゃいけないよっていうことね。らしく生きなさいよって知らない人は、自分勝手に生きていいのかなとか、思ったこと何でもやればいいのかなと思っちゃう人いるけど、そうじゃないよって。あんたまずサラリーマンならサラリーマンらしくなきゃいけないよね。会社でしっかり働いたりとか。ね。で、その上、自分らしいことを言わなきゃいけないよ。サラリーマンらしく生きなきゃいけないし、家庭の主婦は主婦らしく生きなきゃいけない。で、家庭のこと何もやらないで旦那に文句ばっかり言ってる人とかいるけど、そういうのはいけないよね。そんなことは当たり前なんだよね。だからやることをやってちゃんとやる。で、あなたらしくって言ったとき、あなたらしくっていうより人間らしくだと思えばいい。ね、人間って愛情の塊だからね。動物と違うからね。それなのに、なんていうの、酔っ払って怒鳴る人とか、人のこと平気で殴っちゃう人とか、そういう人に優しくしちゃダメだよ。そういう人を見たら離れなきゃダメだよ。間違って結婚しちゃうこともあるよ。でも別れなきゃダメだよ。だって人間らしくないんだもん。ね。何らしくったって一番肝心の人間らしくなかったら終わりだよ。それから弱いもの平気でいじめるやつとか、そういうやつに構っちゃダメだよ。できるだけ逃げなきゃダメだよ。この前ちょっとテレビ見てたら、嘘かもとかわかんないけど、なんか旦那さんの登場みたいなのあって、夫婦で食べに行ったら、回転寿司ね、食べに行ったら、今日は月勢だからあんまりお金ないのよって奥さんが言ったら、じゃあお前食わなきゃいいじゃないかって、旦那さんがバクバク食ってた人がいて、本当にいたんだって投票があったのね。うちの旦那そういう人だったとかっていうのはあるけど、そういう人といちゃダメだよ。ね。だって愛がないでしょ、ね、人間らしくないんだよ。ね。それがその人の個性だったら個性で構わないから、ともかく逃げな。ね。あなたがもしそういう人じゃないんだとしたら、そういう人と一緒にしちゃいちゃダメだよ。あのね、らしく生きるってのは自分らしく生きるけど、人に迷惑かけないの。それを平気で迷惑かける人がいたら、その人おかしな人だからね。で、そういう人に絶対、その人に愛を持って迎えてとかって言ってダメだよ。ね、精神がどうかしてんだから。そういう人から逃げないよ。間違って結婚しちゃうこともある。間違ってそういう会社に入っちゃうこともあるか分かんないけど、ね、そういう人からは逃げなきゃダメだよ。だん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 そういう人は追いやられて相手にされない時代が来るから。ね。で、相手にしてるんだとしたら同類だよ。ね。あなたは逃げなきゃダメだよ。分かったかい？たまに酒飲むのはいいけど、酒飲んでのべつ暴れるとか、いつも女房殴るとか、そういうのいけないよ。それから、奥さんも、病気立てにとって、
ヒステリー出したりなんかして、旦那が働きに行くのに邪魔する奥さんとかいるんだけど、ともかく逃げなきゃダメだよ。ね。どう考えたって、働かなきゃ食っていけないのに、働くのを邪魔する奥さんとか、本当にいるんだよ。ね。で、そういう人がいたら、ともかく逃げるの。ね。自分らしく生きるっていうのは、まず人間らしくなきゃいけないよ。そして、働きに行ったらサラリーマンらしくなきゃいけない。アキンドだったらアキンドらしくなきゃいけない。大工さんだったら立派な大工さんで手抜きしないで、いい仕事しなきゃいけない。で、中華料理のコックさんだったら、見事な中華料理のコックさんになってお客さんに喜んでもらわなきゃいけない。みんなまずらしくするの。そして自分の思ってることを発言するの。その発言って何言ってもいいんじゃないんだよ。人間らしく、まともなね、愛のある話をしなきゃいけないよ。そういう人たちが、神様から選ばれたように上に上がっていく時代。やっと魂の時代が来たの。ね、だかららしくとは、人間らしく愛のある話をするんだよ。ね。弱いものを平気でいじめちゃうのは動物の世界だからね。人間は動物じゃないよ。ね。同じ生き物でも魂があるんだよ。そのことを分かってくださいね。それがはっきりして、そういうことができた人が自然と人の上に立てる。最高の時代が来たんだよ。人間らしく愛を持って、生きてください。アキンドはアキンドらしく生きてください。サラリーマンはサラリーマンらしく生きてください。そして仕事が8割きちっとやって、残りの余暇という2割、そこでまた自分らしさを出してください。ね、よろしくお願いします。観光旅行の話をしたいな。私は旅行行きます。もしここが暗闇だとします。ろうそくが1本灯ってたら、そのろうそくに人は集まるんです。今は不況ですから、また暗闇と同じなんです。その時に明るい人がいたら、そこに集まるんです。明るいとこへ明るいところに集まるんです。なぜかというと、光が見たいんです。わかりますよね。光が見たいっていうのが、光を見るで観光なんです。わかりますか？だから観光っていうと、北海道へ行くんだ。ね。沖縄へ行くんだ。って言うけれど、私が光り輝いてれば、私に会うことが観光になるんです。だからお店をやってる方は、私が光り輝けば、ここへ来るのが有馬温泉なんだ。ここが与論島なんだって。まあ、そのぐらいの輝きを見せれば、パスポート取ってまで行きたくなるんです。だから、光り輝いてなきゃいけない。で、魅力のある人は魅力のある考え方なんです。魅力のない人は魅力のない考え方なんです。考え方なんです。私の知ってる人で、彼女も、奥さんも何もいない。その人は、競馬が趣味なんです。だから、乗馬に変えてごらん。全然違うよ。ね。競馬やってる人と乗馬やってる人じゃ、彼女だってなり手も違ってくるんですよ。ね。何か魅力のあることに自分をちょっと転化する。同じ馬が好きなんだったら、乗馬の方がいいよ。ね。言葉だって似てるじゃないか。っていうね、ちょっとしたことで方向をクッと変えると非常にいいんですよ。お社長、さっきから商人商人って何騒いでんだっていうと、商人と事業家とは違うんです。商人っていうのは、このか、これ、ちょっと話変えるわ。ね、ちょっと変える。下駄屋さんがある。そうすると自分は下駄屋だと思ってると、下駄が売れなくなると潰れてしまう。ところが自分は履物屋なんだと思えば靴売ればいい。でも、靴屋なんだと思ってると、本当は靴下も売れるかわかんないし、ハンカチも売れるかわかんないし、ズボンも売れるかわかんない。
でもあまり自分を縛っちゃうと何しかできなくなっちゃう。だから私は商人なんだ。商人ですから、もしここで何か飢饉かなんか起きた場合は、私は急に百姓になったり、そこで水遁打ったりとか、いろいろやります。で、自分は商人なんだから、商売なら何でもやるんだ。で、これを広く持ってないと自分をあんまり狭めちゃうと、いいことないんです。昔は専門でって、専門で良かったことあるんです。専門とかで言ってると、今スーパーマーケットでもでっかいのバンバンできますからね。自分がちっちゃいのに専門ってやつでも、専門じゃないところのがうんと置いてあったりすることが出ちゃう。と、イチコロで負けちゃいますからね。はい、商人ってね、勝つか負けるかですからね。日本もこの前戦争で負けてひどい目にあったんですけど、ドイツについたからなんです。アメリカにつきゃ勝ってたんです。だから、上の首脳陣がどっちで何やるかで、これ、えらい下の人はね、苦労しますから、経営者になったら、自分の判断一つで下の人がものすごい苦労するんだ。そのことをよく覚えていかないと困っちゃうんです。だから自分たちはよくこうやって見てなきゃいけない。その中で、柔らかい気持ちになって、私は商人ですから、水遁が儲かんなら水遁売りますよ、とかね。法律範囲内にしてくださいよ。お願いしますね。法律の範囲内ですからね。我々は自由を与えられてるんですけど、振り子というのはこの、この幅があるんですよ。それ以上言っちゃうとね、あんまり、いくら変な人の成功法則って言っても、本当に変だと精神病院入っちゃいますからね。その枠内ですよ。ね。いくら自由にと、あんまり自由すぎると刑務所入っちゃいますからね。私たちはその法律の中で自由にアイデアを出す。だから、いくら儲かるからって言っても犯罪を犯しちゃダメですよ。ね。この前も、斉藤さんはなんで節税とかなんとかしないんですかと、しないったってするったって、間違えると俺捕まって刑務所入れられちゃうんですよ。だって嫌でしょ、女の。ね。で、自分は節税のつもりでも相手から見ると脱税に見えるんですよ。だから嫌なんですよ。その境界がわからないんですよ。だからやりたくないんです。だから法律に触れるようなことはしたくないんです。ね、だから、税務署の人が来ると、わからないんだって。そんなことわかんないから俺に聞かないでって。ね。で、利益はこんだけなんだからちゃんと持ってて、いつも見ててよとか言うの。ね。で、ここうまくやればあんたこうなったのにって、時々ね、税務署の人も教えてくれ、親切の人がいるからな。これはこうやってやれ、こうやって。で、その人は言っても、その上はそうは思わなかったりするんですよ、あれ。一貫性ないですからね。その上の人はこれは脱税だとかって言うんですよ。で、言うと必ずこっちが負けるんですよ。なってみるとわかるけど、あ、こういうシステムになってんだ。うん、前もね、なんつうの、どこで税金納めてもいいんですかとか、いいですよって言ったから、じゃあ、ここの県で世話になってっから、ここで納めてあげようとか、ずらしたんです。いいよって言ったからずらしたんです。そしたら急に移すのは何か怪しいことがあるって、それでひどい目に遭わされて、本当なんですよ。だから聞いたじゃないって言った。だから世の中ってね、いいって言ってもダメなこともあるんですよ。だから難しいんですよ。面白いもんですよ。うん、でね、生きてるといろんなことが出会えて、ああ、世の中ってこうなってたんだ。いくつもいくつもあるんです。うん、で、私がこういういろんな話すると具体的に私今こういうことで困ってんですけどって言われるとほとんど私答えられないんです。なんでかっていうと私ならこうしますっても私じゃないからできないんです相手は。わかりますよね。そうするとあなたに起きた問題はあなたに解決してもらうしかしょうがなくなっちゃう。で私に起きた問題も皆さんに相談してもどうにもなんないんですよ。ね。すいません、あんた代わりにちょっとここでお話って言われても困るでしょ？ねえ。でね、いろんなことが次々と起きるんです。これを面白いな、辛いなと捉えちゃうと本当に辛くなっちゃうんです。で、これ面白いなって捉えていかないとダメですねっていう話ですね。それで観光になろうよ。俺たち光り輝こうよ。そしたら、キャンドルサービスで自分が光り輝いてたらみんなにつけてあげる。いくら光を分けてあげても光は減らないんです。私の光が半分になっちゃうことはないんです。
それどころか周りが明るくなると全員が明るくなってくるんです。で、世の中がどん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 明るくなるんです。だから私たちってキャンドルサービスしなきゃいけないね。うちに来たら光を見に来ただけじゃないんだ。光を灯してあげるんだ。で、その人とは帰ってくんだね。ついてるね、ついてるついてるっていうお客さんまで言い出したらその人も明るくなる。だからみんなが明るくなってくるんです。それの元じゃなきゃいけないんです。だから私は日本漢方の観光の元なんです。だから火消しちゃダメなんです。笑顔を絶やしちゃいけないんです。で、あそこにいる私のお弟子さんっていうんで、この前解散したんです。10人のお弟子さんがいるって、この前解散さ、辞めさせてもらったんです。もうね、弟子がいるってだけで気が重いんです。10人ぐらい平気かなと思ったらね、とんでもない話で、後で分かったんだけど、キリストも10人しか弟子がいなかった。キリストで10人なのに俺が10人なんてとんでもない。で、優秀なんですよ。優秀な弟子持った時のお師匠さんの大変なことってのはね、もうちょっと優秀じゃないといけないんですよ。これはね、できません。で、できないことはやめよう。で、私を見て学べることがあったら、いいことは学びな。それで、悪いことは学ぶのよそうよ。で、悪いから直そうはよそうね。個性だから。法律の範囲内で生きてる人間に、こうしよう、ああしようはよそう。俺たちは一人ずつ個性なんだよ。ね。ナマコにグロテスクだねとか言われたって、ナマコだって困っちゃうんですよ。ね。アワビにまっすぐ生きろとかね。そんなこと言われたってさ、困っちゃうんだよね。サザエだって、まあ、こうやってなぜかの、何かの都合で渦巻きになってんだから。ね。ピンと生きろよとかって、まあね。それに近いこと言ってる人いっぱいいるんですよ。でも私たちはみんなアワビだったり、サザエだったり、ナマコだったり、いろいろするんです。それを変えることなく、変えることなく幸せになりたいんだ。ね。俺たちナマコでもサザエでも、そうだよね、わかるよぐらいはできるんですよ。言葉があるんだから。同じ言葉喋ってますからね。感謝してます。今の世の中は、らしくの時代だとひとりさんは言います。自分らしくや母親らしくなど、たくさんのらしくが溢れる中、自分らしくという言葉からは自由でのびのびとした印象を受けます。ぜひ自分も自分らしくありたいと思う一方で、自分らしさの本質を理解しているのかと問われると、ふと不安になるかもしれません。自分らしくと自分勝手とは全く違います。自分がやりたいことを思うがままに好き放題にやっているのが自分らしくいることではないのです。本当の自分らしさとは、与えられたこの場所で自分がやるべきことを理解して行動することです。ひとりさんの言う自分らしくいることとは、まずは自分の属性に応じてそれらしくいることです。サラリーマンはサラリーマンらしく、主婦は主婦らしくいる。それがらしさです。サラリーマンとして会社に雇用されているなら、お給料をもらう以上は、その会社のためになるよう働くのがサラリーマンらしくあるということ。主婦であれば、家庭がうまく回るように配慮することが主婦らしさを持って生きることです。サラリーマンが会社の悪口を言って十分に働かなかったり、主婦が夫の給料が安いとなじるのは、らしい行動ではありません。自分が自分としてやるべきことをきっちりこなした上で次のことをするのが本当のらしさです。私たちの人生の配分は仕事が8割、余暇が2割です。与えられた仕事をする人としてそれらしく行動することがまずは基本です。それができたら一個人としてのらしさに進みます。一個人としてのらしさとは人間らしくいることです。私たち人間は神様の愛と光でできています。それが人間の本質だとすれば、愛と光を持って生きることこそが、らしく生きるということ。人間らしさとは、愛と光のある行動と言動を心がけて続けることです。おにぎりが一つしかないなら、自分だけでさっさとそれを食べるのではなく、目の前の人に半分分けてあげるのが人間らしい行動です。困っている人を見て、自分には関係ないと放っておくのは、人間らしさがありません。自分にできることで相手を助けるのが愛と光の行動です。
そして自分自身が周りの人に迷惑をかけないよう心がけることも人間らしさの大切なポイントです。人間らしさのない愛と光と無縁の人になってはいけません。そしてそんな人に構っていてもいけません。愛のない行動をとる人をかわいそうだからと助けてあげる人がいますが、それは必要のないこと。そんな人を相手にすればこちらまで不幸になりますし、それでもまだ構いたいというなら、愛と光を持たないその人とあなたが同類だと思われても仕方ないのです。中にはあなたの愛と光の行動を邪魔する人もいます。あなたが人間らしく生きようとしているのを邪魔する人がいたとしたら、その人からはさっさと逃げてください。仕事に打ち込むことを邪魔したり、自分勝手に振る舞い続けるような人と一緒にいる意味なんてありません。自分らしくいるための原点は人間らしくいること。自分だけでなく周りの人のことを思いやって行動できるのが人間であり、そこが他の動物との大きな違いです。せっかく人間としてこの世に生きているのですから、人間らしくこの世界を楽しみましょう。らしくというのは自分勝手でいることではありません。また誰かのイメージに沿ってそうあることでもありません。私たちはみんな人間として生まれてきているのですから、社会や個人の価値判断からのらしさに惑わされて窮屈に生きることは望まれません。自分としての立ち位置でどういることがらしいのかをまずは考えてください。そして人間としての愛ある行動を心がけるのです。本当の意味で自分らしく生きられるようになると、とても心が軽くなります。自分がどう振る舞えばよいかが理解できて、人との付き合い方がわかりますから、幸せに毎日を過ごすことができます。今は自分らしく生きる時代です。自分らしさの意味を履き違えないよう、正しい自分らしさを持ってください。私たちはみんな神様の愛と光でできています。それならば愛と光を使って生きるのが本来のあり方ということ。愛と光を持って人に迷惑をかけず楽しく過ごしてください。そうすれば人生の面白さや楽しさが見えてきます。自分らしくこの世の中を思いっきり楽しんで幸せでいたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。